コーディオンのお姉さんがピーキーちゃんがいますから、助けてもらってね、もういつかはせなあかんかった。そうなんです。この建てごとをね、青木さんはまず最初にこれ買ったのかな。もうちょっと大きな方を買って、はい、しかできない、あれはもう、はい、担いではできないから、じゃあもうちょっと小ぶりのやつ買おうって、はい、これを買いまして、はい、でこれはこれで担いだら結構重たかったので、そうなんですよね、運ぶのも結構割とこう見えて重たい、ね、非常にこれもお取り寄せで特注なんですね。これカナダやったかな、これはアメリカだ、アメリカだったかな、はい、でこれでもやっぱりちょっと重たいというのでもうちょっと小さいのを、はい、あとはディズニー映画のスティッチで、あとパイナップルプリンスを映画の中で使ったりしてたので、はい、はい、お子様方もご存知のこの曲をお届けいたします。パイナップルプリンセス、おはよう、パイナップルプリンセス、楽しい
次に出される新しい CD に入ってる曲、はい、単なる伴奏じゃないんだよ、とんでもないね、あの素晴らしいジャズのミュージシャンが、はい、もう衣装を凝らしてやっておりますの で、昨日ようやくできたばっかり、昨日ようやくできました。はい、それでは、はい、よい入りよ、今夜もありがとう、どんな風に料理されておりますかどうかお楽しみです。青木美香子さん、いつも
皆様どうもありがとうございました。